ドキサプラムは呼吸興奮薬の一つである。商品名ドプラム。麻酔薬による呼吸抑制、肺の換気不全の際に点滴静脈注射で使用される。頸動脈固定及び大動脈固定の化学受容器を刺激して反射性興奮を起こし、一回換気量と呼吸数を増加させる。承認されている効果は下記のものである。下記の状態における呼吸抑制並びに、覚醒遅延性遠征部呼吸の鑑別診断急性、ハイパーカプニアを伴う慢性肺疾患早産、低出生体重時における原発性部呼吸ドキサプラムは、呼吸不全の一時救命処置に用いられる。ブプレノルフィンのような呼吸抑制を起こす薬物を過量投与した場合で、ナロキソンの効果がなかった際の次の治療にも有用である。ドキサプラムは手術後の浸染の抑制にも、ペチジンと同程度の有効性を持つ。未熟児無呼吸発作を除く患児に禁忌とされている理由は、主に防腐剤として添加されているベンジルアルコールによる。重大な副作用として知られているものは、興奮状態、浸染、麻痺性痙攣、筋連縮、テタニー。声門痙攣のほか、原発性無呼吸に使用する際の壊死性腸炎、胃穿孔、胃腸出血である。その他の副作用に、血圧上昇、心拍数増加、発汗、嘔吐がある。痙攣の発生が報告されている。ドキサプラムは、頸動脈の頸動脈固定にある化学受容器を刺激し、脳幹の呼吸中枢を刺激する。ドキサプラムは、白色の結晶性の固体であり、匂いはない。光及び空気に安定である。水にやや溶けがたく、エタノールにやや溶けやすく、無水エーテルにほとんど溶けない。注射液の pH は 2.9 から 4.4 である。ベンジルアルコール、またはクロロブタノールが添加されている。ありがとうございます。